それではまず最初の質問です。ローカライズチームは具体的にどんな仕事をしているのか教えてください、はい。フランス語ドイツ語版は日本語版と英語版のどちらを元に翻訳していますか。それからパッチ 3.0 やパッチ 3.1 の翻訳はどのくらい時間がかかりましたか。はい、まあ、基本的なところですね。そうですね。じゃあとりあえずまあ基本的なところから言って、はい、まあ、単純に言えば日本語のテキストを英語に、うん、フランス語にドイツ語に、まあ、中国語に韓国語に、翻訳してる、はい。で、まあ単純に言えばそうなんだけど、はい、単純な作業ではないです。トランスレーションではなくてあえてローカライズと呼んでるのは、うんうん、まあ、理由があって、それはやっぱこう地域に特化した翻訳をするのにさまざまな工夫をしたり、微妙な調整をしたりしてるんですよ。で、最終的には、日本語版でプレイしてるユーザーがかっこいいと思う名称やセリフを、うん、海外の各地域でも、うん、やっぱユーザーもかっこいいって思ってくれたら、うん、もう初めていい仕事をしたなと言えるんですよね。ね、かっこいいの定義がね。そうなんですよ。それは難しいんですよ。ね、でも人に揉めます。僕はやっぱり、まあ、かっこよさも大事だけど、わけわからん固有名詞をつけて、うんうん、なんだかわかんないってよりは、はい、こう日本語ってカタカナ混じりの和製英語みたいなのを割と使うから、うん、こうルールを教えたいときはわかりやすいな、デンジャーね。そうですよね、デンジャー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 ね、そうそうそう。でだから難しいよね、統一しようと思ってもね、そうね、はい、できない時もある、ね、なるほど。だからもうこういった判断がもう本当に1日にも何千もの判断を迫られるのがローカライズの仕事 で、うん、でもちろんその頑張ってベストの判断を出すようにはしてるんですけど、はい、やっぱりたまにはあ間違った、まあ、ではないんですけど、ベストではなかったな、もっといいものがあったかもしれないっていう判断をしてしまう、うんうん、まあだから私たちも人間で、的を外す時ってある、うん、なんだけど、まあ、その失敗からいろいろ学び取りで、ユーザーの声ももちろん聞いて、うんうん、で私たちも成長していくので、まあ、そうですよね。でもやっぱ難しいんですよ。難しいよね。難しいですよ。でさっきなんかフランス語版とかドイツ語版は日本語からやってるのかってもあったんですけど、あの、いやもう彼らはものすごく優秀なんですよ。あの一応あの翻訳チームは、はい、外にいるのではなくて、開発もう机に社内にいるので、はい、で彼らはみんな日本語はもう流暢で、うん、日本語から翻訳してるんですけど、うん、彼らは英語もほとんどみんな完璧に喋れるんですよ、うん、なので英語からも、翻訳してる場合もあるんですよ。あ、どっちもあるんですね。そうです。あの名称だったりとか、アイテム名だったり、はい、技名だったり英語からスタートするものも多いので、あ、彼らはなるほど、そういう時は英語をベースに翻訳してる場合、うん、で例えばあのクエストのセリフは日本語がスタートなんで日本語からっていう時もあるんで、そう、ね、本当に彼らは優秀な、トライリンガルだったりね、マルチリンガルだったりするもんね。そうなんですよ。俺なんて日本語でもうおぼつかないぐらいになってきたのにね、最近すげえなと思う、うん、なので、あとは、うん、パッチ時間か翻訳時間、うん、そうね、あったんですけど、そうですよね、もう14といえばとんでもない量のテキストが毎回毎回俺じゃないや、それ書いてんの俺じゃない。いや、でもまあで俺減らす方へ行ってるからね。なんですか。まあでもまあ開発とほぼ同時進行でやってるんで、やっぱこ う, そう、ね、あのパッチは全世界同時に出してるので、うん、やっぱこう大変なんですよ、うん。でまあ、シナリオチームだけではなくて、そのライブ班だったりバトルチームだったり、うん、ダンジョンチーム、アイテムチーム、ミニオン同盟、はい、プログラマー、UI チーム、ロードソンチーム、みんなからテキストもらってるんですよ、うんうん、そうね、でやっぱりみんなは完璧主義者なんですよ。でやっぱこう書いてても時間があるとそれをちょっと微調整したりやるね、やるんですよ。でそれがすごい分かるんですよ。だっていいゲームを作りたいから、うん、ただそれをやると翻訳いつやるのかよっていう確かになるので、いつもこう、ね、バトってバトってバトるね、スケジュールはバトるね。でも特にヘヴンズワードの時に、うん、やっぱこう新コンテンツが盛りだくさんで、もうかつてない忙しさを、はい、あの時は体験しました。もう2ヶ月半で8人体制、もういつも6人体制でやってるんですけど、2人増やして8人体制でやってて、150万文字。それはどれぐらいの文字数かというと、うん、ウィッチャー3をこの間出ました、はい、あれと同じぐらいのテキスト量ですを2ヶ月半でおやってます。だからね、よく言うんですよ、1パッチ、はい、なんか2キングダムハーツになってるけど大丈夫ですかって言われるんだよ、はい、そうなんですよね。であれもだからもうすごい途中で終わらねえんじゃないかなと思って心配になって、
あの頭下げに行って、うん、ブレイブリーセカンドの翻訳者とドラゴンクエストヒーローズの翻訳者、はい、2週間ぐらい借りていいですかっていう、で俺はフランスから日本 の, そのローカライズ部のヘッドとブレイブリー2のプロデューサーとヒーローズのプロデューサーにフランスはなんとかの電話をして、あすまないってあのタイミングで2週間2週間貸してくれるんです。なるほど、大変ですね。でも一応 3.1 と 3.2 で、はい、体制がやっぱちょっと変わってて、ね、藤田さんの方針で体制を変えましょうってなってて結構楽にはなってきてるんで今はありがとう。こんなところですいません、すいません、はい、はい、はい、ありがとうございます。